ミキル写真家元のジョニーです。今回から応用技について説明していきます。1回目の今回は最も基本的な応用技であるアイテムについて説明します。まずは実際のアイテムの撮影方法についてご覧ください。それでは、神田松則さんの、えー、この不縁のマーケティングを使って アイテムサンライズの撮影の仕方を実演してみたいと思いますまず顔の前にアイテムを構えそしてカメラを構えますでこのままシャッターを押しますこれだけなんですで出来上がった写真がこちら一見よく撮れているように見えますが私の場合顔が大きいので本から顔がはみ出ています問、まあ、問題ないと言えば問題なないいとえばですが 家元的には少し納得がいいいかなな写真になっていますそれでは次に顔がアイテムからはみ出ないようにするにはどうしたらいいかということを実演してみたいと思いますカメラ構えますがアイテムを顔から離してみますアイテムを顔から離してあちょうどいいなあというところでシャッターを切ります 出来上がった写真がこちらです。今度はどうでしょう本から顔がはみ出ていません。このようにアイテムの位置を前後することによって見切れ方を調節することができます。それでは、えっ、ー、と、実際の作品を見ていきましょう。こちらアイテムハーフになりますね。えー、ビアジョッキーがアイテムで、えー、見切れの軸がここになります。 なので、えー、この場合はハーフですから、アイテムハーフとなりますで。アイテムという技は、非常に派生技が多い技です。特殊な事例をご覧に入れましょう。こちらの技、アイテム一つで、えー、片方の目を隠しています。こちらの技、アイテストという技になります。アイテストとは、歯科検診という意味があります。ちなみに、二つのアイテムで、 両方の目を隠した場合は、ダブルアイテストとなります。こちらも同じような目隠し技なのですが、一つのアイテムで横に両方の目を隠している場合、こちら、ゼーレという技になります。ゼーレの意味は、アニメ好きの方でしたらお分かりになるのではないでしょうか。最後が、アイテムで顔を縦に2つに分ける技、こちら、スプリットと申します。 この他にもアイテムにはたくさんの派生技があります。いろいろ試してみてください。アイテムについてまとめてみましょう。アイテムは物を使って見切れる技です。見切れの軸はアイテム側になります。画像のヘリではございません。派生技が本当に多い技です。いろいろな楽しみ方があります。皆様もぜひアイテムに挑戦してみてください。見切れ写真に ついて、もっと詳しく知りたいという方は、見切れ .com にアクセスしてください。また、サイト内にある、見切れ写真愛好家交流グループのアイコンをクリックしますと、Facebook 上のグループにアクセスできます。そちらには、たくさんの見切りストが、日々、見切れ写真を投稿していますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。